はい、どうもこんにちは。アナザーセンチュリーズエピソード2、続きやっていきたいと思います。前回はですね、まあ、ダバが2回ね、なぜか知らないけど倒されてしまいましたね。まあ、そんなことがありつつ、ダバマイロードガウファレッシーの、エルガイムチーム仲間になりました。まあ、あとは水中戦をね行ったかなぐらいでしたね。はい、じゃあやっていきましょう。目標の潜水戦闘艇の位置を捕捉した、はい、ああそうか、心臓戦闘艇が、そうかそうかそうか、 UC から盗まれてる船を撃破したのか。はいはいはい、呼びかけに応じるようなら話し合いたいところだが、反撃してくるようなら遠慮は無用だ。シェルストローム、相手は最新鋭のシールドシステムを搭載した艦だ。はい、注意しろよ。撃墜数7隻、これ俺が前回倒した数だよね。一隻逃してたんだよな。はいはいはい、了解。これどうなるんだって。そうかそうか、今回も水中戦だからこのメンツで行きたいよね。正直ブレンで行きたいが、あ、不機嫌だ。リクレイマー調子がブレやすいな。じゃあ今回こそ、いやー、アキとガイ行きたいな、行きたさはあるな。ちょ、リベンジしていいか、もしかしたらコンビネーションアタックできるかもしれないんで、リョウコ、泉ヒカル、ここのね3人でかましたさあるよね。あれフォーメーションアタック、あ、合ってんのか。いいんだよな。ちなみにコマンドは、コマンドがねしょっぱいんだよ。これただワイヤードフィストっていうこのウェポン2、これがね思ってより強くて使いやすい、リロードも早い。まあ、ワイヤードフィストやからな。ワイヤーが戻ればすぐ撃てるって感じなのかな。で、あとは、強化。これをちょっとしてみたいっすよね。でさ、水中戦になってくると、エステバリス隊か、ブレンしかないんだよね。水中戦の能力、値が高いのが。こいつら99ステータス、多分マックス、あるんだけど、他のユニットはもう80とか、低かったら50とかあるから。そうなってくると、やっぱり、あれ？なんで俺が、アキト選んだんだ。これ最初戻るのがしんどいな。そうそう、だから水中戦だとまあこの舞台になっちゃうよねっていう話ね。攻撃が圧倒的に低いな。まあよく使うのがまあリョウコかアキトだから、エステバリス隊だったらそこら辺を上げていきたいね。お、コンボ2覚えた。まあ全部レベル3ぐらいにしとく。これぐらいでいくか。エースポイントちょっと使いすぎか。あとコマンドリスト見とくわ。お、5-2。5-2は初めてだな。よし、行きましょう。フォーメーションアタック見てんだよ、俺は。見た目はね、空戦が一番おしゃれだよね。でもやっぱ見たいのは砲戦かな。尖ってる装備ってかコンセプトの機体好きだからな。スバルキ行くぜ。スバルって名字かっこよすぎるだろ。野郎ども行くぜ。いざ鎌倉。行きまーす。あのロックを解除する方法もね分かったんでね、次はね、やりやすいんじゃないかな。こちらからの呼びかけに反応は、サクリファイスみたいな見た目してる、遊戯王カードの。なんか出てるぞ。なんだ、何が出てんのあれ、魚雷な、何これ。あ、嫌いか。え、撃ってくる。あれ、なんで言うなの。交渉の余地はないみたいです。あ、攻撃隊に戦闘開始命令を伝える。邪魔だよ。前期攻撃開始だ。
エクゼクトンチどうなってんのこれ、わかんない、ちょっと待って、ちょっと待って、どこですか、あ、こっち打ってきます、手法の攻撃力も脅威だ、いって最大の特徴はシールドね、これだよな、発生装置が発生、1、2、3、4、シールド、うわー、ワイヤーフィット、オッケー、邪魔だ、なんか、あ、弱いんだ、待て待て待て、これ避けれねえ、目標から広域通信、いくぞ、何、1、2、3、4、ボン、で、ワイヤードフィット、私はアルバートライネ、アルバートライネ、かつて私が警告した通り、地球圏外からの破壊者、ほい、待て、地球に迫りつつ、あ、避けたでしょ、これ、避けてないの、これ、だが、UCE の愚劣な一斉者たちは、その脅威に対する備えを行ってこなかった。はい。過去に私の警告を無視し、私の主張を葬り去った者が、その代償を支払う時がやってきたのです。このような者には、人類の未来を託すことはできません。これ人類の未来は、優れた知性を持ち、心より人類の将来のみを考える優秀な人物の手に託されるべきです。この理想を実現するため、私は長年準備してきたかねてよりの計画を実行に移します。地球圏を守り抜くために。よし。反抗声明か。いけたのかこれ、これいけたこれ。入れてんのかマリアの中に。これまた面白い人が出てきたわね。知っているんですか。エリアオーバー。話は後で。入れないなこれ。厄介なシールドから。ちょっと待って、どこにシールドがある。先に始末するんだ。どれだそれ。地方に熱量増大。どこに行けばいいんだよ。どこだ、反対になんかある、これか、違うな、え、どこだバリア、後ろに回るってことか、撃ってきます、あった、これだ、何ちゅう位置に前後に置いてんのか、おい、やってくれたやん、オッケー、まず壊せ、どうなってる、ちょっと邪魔くせえな、でかすぎるんだよあんた、オッケー、さすがに狙えねえだろ、壊してるよ、あった、さすがに硬すぎるか、待てよ、一旦違うやつ狙った方がいいよこれ、ちょっと待って、お前じゃない、お前お呼びじゃねえ、て来てんのか他のメンバーは、届かねえな、意外と距離ある、あれよっと、すげえ食らってんな、くそ当たらん、逃げんじゃねえ、ああ、まあいいや、そんなつもりなかったんですけど、壊しとこう、OK、敵艦右舷の破壊を確認、どれを壊せばこれか、なんか引っかかってたのか今、なんか歩み遅かったよな、カタパルトの破壊を確認、いったお前からや、いっただけ、いっただけ、全然届かん、あいつ逃げるんだな、本当によ、逃げすぎだぞ、おお、このおかげで避けれた、オートパイロットシステムのおかげで避けれた、てか俺どこ目指すんだ、もうブリッジだけか、はい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 、機動兵器が多数接近、ワーム隊のようです、つらすぎる、急げ急げ、壊せ壊せ、どけ、壊したこれ、やったっしょ、これやったな、私はうちのエースだな、オッケー、
でかっ前期敵艦から離れろ。違う、散ってんだ。爆発に巻き込まれるぞ。え、これ死んだ俺。敵艦合沈します。いやな、初めてクソ家庭戦艦来た。今まで機体よりも、あ、バスターク。新たな機影を確認。なぜ気づかなかった。気づいたときは、やばい。この反応は、このサイズ、このサイズ感の敵とベスティバリさんしんどすぎるだろ。タッチが正解かよこれ。まあ、UCE だからな。オリジナルだもんなこれ絶対。オッケー。どこにいる？そこと。おい逃げんな。で、ディストーションシールド貼って、ゆっくり耐えて、なんか、なんか5000何倍やったんですよ。まだ生きてる人がいるかもしれない。あ、ダメ、マジと危ないよ。そうか、コンボが丸四角しかないか。オッケー。でかこいつ。あの缶、無人みたいですから。オッケー、ガード。はいはいはい。はい。はい。おいしょい。おいしょい。さっきのマイアンドフィストやった時隙がでかいな。おそらく録音です。これバカですね。アクト、なんか知らない間にバカ。一人で突っ走って、あ、あれか、合成音声だったんか。いやでもこれに関してはもう別にいいんじゃないか。二度と勝手なことをする。君も今では軍の一員なのだからな。今そこの勇敢性はいらんかったやろな。はい、オッケー、いいぞ。バスタークいいんのかマジで。あれやった、あれやった。今コンビネーションいけたな。来たぞ、撃てるぞ。コンビネーションアタック、マリナ、おらタックの話よりコンビネーションアタックや。お任せ。了解。こういうの見たいよな、やっぱ専用。え、今オッケー。お、結構減ってるね。どうなってる。バリア、もうやめるんだ。やめない。一旦ブロム邪魔くせえ、邪魔くせえ。ブロムは全てを手に入れるまでは。何を手に入れる気なの。目的がわかんねえ。めっちゃ食らってるよ。おい、はい、危ねえ危ねえ。はいはい、なめんな、逃がさねえぞ。あれやった。ああ逃がしちゃう、逃がしちゃうかも。ほらー、これ近づいて、よし、オッケー。今カウンターできたわ。俺がパーリーしてた。待ってくれ。終えそうか。無理だ、速度差がありすぎる。ヒーロー初めて喋った、このゲーム通して。くそ、またくそ。来年聞いたことがあるな。諜報部に問い合わせてみる。端っこで戦いすぎてさ、あの右上のレーダーがよくわからん。どっちが外なんかがわからん。ここに来てオリジナル敵多かったな。お、いやー、ダメージ食らいすぎ。クリアタイム8分7は、まあ俺が戦艦壊さんかったことが原因だな。エステバリス火力がやっぱないな。強化してやっと C 行ったぐらいだからな。こんなにポイント詳細があるの初めてだな。スクロールできるの初めてかもしれないな。こんないたんだ。ミサイルランチャーって別々で表記なんだな。ご苦労だった。あの場合奪還は不可能であり、撃沈は妥当な措置だ。ほう。ただ気になるのは敵が残したメッセージの内容だな。何、やるべきことがあるって話。アルバート・ライネン。あ、ライネンの方か。かつて UCE 設計局長を務めたライネン研究主任のことに間違いない。あれかな、ガンガークのバルクホルスさんがその後の研究をねやってるけど、それより前の
プロジェクト主任だったのがライネンなのかな、もしかして。彼はとあるプロジェクトが頓挫したことがきっかけで当時の UCE 当局と対立し、設計局を辞職し失踪している。でその失踪してこうブロブとか、まあ本来のガンアーク、今までのガンアークのプロジェクトをやり直してるみたいな感じか。今回の犯行声明はそのことに対する報復宣言とも取れるな。なるほどね。かつての UCE を支えた天才的な開発者、それにバスターアークが関係しているとなると事態は一層深刻になるな。ほう、わしくは諜報部の調査を待とう。またレポートでか、すべてを知ることができる。あ、来た、ライデンの挙兵、プリベンダー、レディアン。先日の UCE 艦奪還作戦においてバスターアークと行動を共にしていた武装勢力の首謀者が明らかとなった。むずいな。首謀者の名はアルバート・ライデン。さらに戦闘の際、同人が UCE に対して宣戦布告を行ったことも確認されている。アルバート・ライデンは旧 UCE において新型兵器開発部門を指揮していた人物である。でもまだ顔は出てないよな。しかし新兵器開発プロジェクトの途上に発生した事故により計画が凍結されて以後、彼は行方不明となっていた。なお同プロジェクトを凍結し来年を更迭したのは、この事故を契機に UCE 内での権力を握った地球連邦である。確認された声明の内容から、来年の今回の行動は過去に凍結させられたプロジェクトの再興が狙いであるとともに、自らのプロジェクトの結実をもって UCE に対する復讐を果たすことがその目的であると推測される。このプロジェクトは間違いなかったんだ、成功するべきだったんだみたいな感じか。来年からしたら地球圏の平和維持という自由はともかく、あのような手段を取る以上、もはや彼らは UCE の明確なる敵対組織である。そして今後は来年の目的にも踏まえた対策の検討が必要となるだろう。いつ来るか分かんねえからな。最後に来年の宣戦布告の声明文をここに抜粋する。各位目を通しておいてもらいたい。ザ・UCE タイムス。こういう時ってザなの？よくわからんけど、なんかわからんけど、何がどうなってるのか全くわかんねえな。私はアルバート、あ、教えてくれてる。私はアルバートライデン。かつて私が警告した通り、地球圏外からの破壊者が地球に迫りつつあります。だが UCE の愚劣な為政者たちはその脅威に対する備えを行ってこなかった。過去に私の警告を無視し、私の主張を葬り去った者がその代償を支払う時がやってきたのです。ほう、バルクホルツさんはどういう立ち位置なんだろう。このような者どもに人類の未来を託すことはできません。人類の未来は優れた知性を持ち、心より地球を愛する者、私欲を排し、人類の将来のみを考える優秀な人物の手に託されるべきです。この理想を実現するため、私は長年準備してきたかねてよりの計画を実行に移します。地球圏を守り抜くために。でも今俺らのね、こっちの何、地球連邦側、今俺が操ってるチーム側からしたらやべえことやってるって感じなんだけど、向こうは向こうで地球のこと考えてるみたいな感じだもんな。だから人が絡むとどっちが正義か分かんなくなるからな、難しいわ。だからこういう時になんかリアルロボット系は悩むよな、悩ませちゃうわ。俺バカだから本当に、なんか悪い敵やっつけろバーンの方が、完全懲悪の方が好きなんだよ。雷神王とかそういう系の方が好きなんだよな。難しいよな、やっぱ人同士の争いってそれぞれの考え方があるせいで。うわ、ガンアークにライフ来た、言ってたやつじゃない。ちょっと通信ログが増えてる、多分バルクホルツ、バルニキから来てます。参ったね、はい、例の武装勢力アルバート・ライネンだそうじゃないか。そうですよ、私も直接会ったことはないが。あ、ないんだ。我々開発者の間では有名な人間だ。まあ知ってたらライネンって言うもんな、アルバート。実現不可能と言われていた研究を次々と成し遂げていったという天才的な開発者だったんだ。へえ。それ以上に
あの人を語るときに欠かせないのはいわゆるカリスマ性というやつだね。一番ヤバいやつだ敵にしたら。彼と仕事をする研究者はどんなものでもいつもの倍の仕事をする、そんな伝説もあったくらいだ。すごいな、それカリスマ性なのもはや。彼を大っぴらに支持した人は軍部に睨まれて飛ばされてしまったけどね。へえ。UCE の中では彼はタブーなのさ。実力とカリスマ性を兼ね備えた人物、それは軍にとって最大の脅威なんだ。デラーズなどのようにね。デラーズで実力もあったんや。まあ、いずれにせよすごい人物なのは確かだ。みこしに担がれてたわけじゃないんだな。ガンアークも彼の基礎研究があって実現したことだからね。まあね、それはわかるわ、なんとなく。開発者としての腕も超一流だから、旧型の機体でも最新鋭機に並ぶ性能を引き出していると考えていいだろう。なるほどね。じゃあブロブももしかして旧型なのか。味方に回せば頼りになるが、敵に回せば厄介な存在。バスターアークがそれを示している。マリナ君がもし生きているのなら、そのような人間になぜ手を貸しているのか、こればかりは僕にもわからない。だが彼女はきっとまた現れる。混乱しているだろうが、今は生き残ることだ。そうすれば事実は次第に明らかになる。うん、まあそうやな、頑張ろう。そうそう、君の機体の兵装に新しい機能をアップデートしておいた。よかったら試しておいてくれ。はい、わかりました。それからあれか、ライフルか。てか このアップデートはアップデートなんやな、アップデートやないんやな。なんなんその違いミッション中のアップデートはさ、アップデートなんだよな。なんだよそれ、気になるわ。バスターアークはその旧式っていう判断なのかな、もしかしたら。まあ、ブロブもその一つではありそうだけどな。あれが最新機芸だったら、最新鋭機だとしたらなんかもうまん丸すぎるけどなもうちょっとシュッとしててもいいんじゃないかなって思うもん。ブッシュネルとかサベージみたいな感じだもんな、絶対に。ちょ、今フルメタルパニックで例えちゃったけれども。でこれでミッションが今1個終わっただけか。結構あれだったな、俺の中では何どっしりときたミッションだったなこれで1個か、重みが違え。次なんか息抜き程度のミッションだったらいいな。行きましょう。したらば軽めでお願いします。いや絶対重たいわ。いやもうさすがに2色ステーキはしんどいっすよ。北米に建造中の UCE 第5防空基地が彼の武装集団に占拠された。武装集団名前欲しいよな、なんか特別な名前が。この基地は周辺数十キロに及ぶ制空権を確保するための重要な拠点である。すごいな。当然並大抵の装備ではない。はあ、なんか重要拠点奪われすぎじゃない？奪われすぎっていうか狙われすぎじゃない？マクロがうめえな離れてる時に言ってるもんな、明らかに。だがそれがあだとなり、周辺の制空権は完全に彼らに抑えられてしまって。抑えられてんのかい。そこで一番重要なんじゃないんかい。力が必要なわけだ。なるほどね。アピしてきたな、そこでっつって。占拠している敵部隊を排除してほしい、はい、十分に注意してくれたわよ。簡単に言ってくれるな。ゲームじゃねえんだぞお前。並大抵じゃないとのことなので、中途半端は危険ですね。はい、徹底的に破壊してしまいましょう。ルリルリは紙幣来年ってちょっとおもろいななんだ、来年のクローン隊がなんか150体ぐらいいんのか。この施設上部には強力な対空砲が配備されている。出たよ、対空砲。地上付近から制圧に入るぞ。苦手なんだって。また狙われるんか俺。施設外部のモジュールを破壊する。なんだこれ、フリスクか。ここをやれば手法の稼働効率も下がるはずだ。デカめのフリスクのやつやん、この三角形。有限な要望を行ってくれるので作戦時間は限られている、はい、
時間を無駄にしないようにな。シールドモジュールで、シールドモジュール、出撃モジュール、モジュール、モジュール何なんだよ。じゃあまあ、でフリスクを壊し、2個壊したらモジュールが、モジュールに攻撃が通るみたいな感じなのかな。いや、これはさすがにガンアークか。いや、ダバ行くか。いや、でも本気でやれって言ってたもんな。いや、でもまあ、エルガイムでいいや。エルガイム。これ、ヌーベルディザートって名前がいいな。これ何？あ、え、それ支援なん？え？は？あ、レッシーなん？短期戦闘型。まあ、猟奇タイプだから、まあ、正直、まあ、味方で選ばれたときに、まあ、そういうプレイングをしますよってだけだから、まあ、正直関係ないんやけど。短期で行くのか、これ。短期で行くんだったら俺、エルガイム、猟奇にしたいな。で、ついて行ってくれるのが、まあ、支援で、勝手にどっか行っちゃうのが、短期戦闘だから、でどうしようかな。コンボあった？ヌーベルデザートちゃんと。あー弱え。一個だけが。アモンデュールスタックって俺知らねえんだよな。何これ。ランドブースター変形、変身すんのこれ。あ、出た、バスターランチャー。これもしかして、あ、そっか、遠距離支援機だからか。まあ、エルガイム行くか。これはさすがに。S マインだ。BM 系ダメージ時、BM コーティング。あ、勝手に効くんだ。シールドアタックセイバーができる。なるほど。技少ねえな。エルガイム技少なすぎない？バスターランチャー撃てると思ってた俺。スパロボにアモンデュールスタックっていねえもんだって。知らなかったマジで。これは、まあ、ガンガーク。いや、これコウウラキ。いや、リガズイ出すか。いや、リガビーいつも出してんだよな、でも正直。まあ、タックケプフォード行く？いやー、GP01 行くか。結構好きなんだけどな、俺 GP01。強化するか。うわぁ。まあ。本気で行けって言ったから攻撃力はちょっと上げとこう。で、防御性能も高めておく。まあ、こんなもんか。よし、行くか。ランチャーコンビネーション。いいね。あれかな。仲間になるときっていうか、エルガイム登場時に見た背中合わせのやつかな。ランチャーコンビネーションって。エルガイムめっちゃ支援機だったんだな。しかし、サポーティブな動きするんだな、こいつ。3枚 OK だ。出るぞ。なんか、頭がかっこいいのがいいよな。え、何そのスラスター。そういう見た目なん。俺から離れるな。任せときなさい。やるしかないもんな、もう。覚悟を決めてる、いつも。コウ・ウラキはいつも覚悟を決めている。行くぞ。明るすぎだろ。朝8時のアニメか、これ。ああ、なるほど。こういう感じでついてんだ。シールドモジュールと出撃モジュールが。塔なんだ。まあ、シールドモジュール。敵部隊が周辺に展開中。それじゃあ、ご挨拶といきますか。やるしかない。音かね。気をつけて。邪魔する。音かわいいな。ピョンピョン。よし、目標をこのままで破壊するんだ。待て。なでしこは陽動でサポートします。どっかに、ちょ、邪魔くせ。いや、いたこさん。なんだ。
誰だお前。出撃ハッチのついているモジュールを。いいよ。優先して破壊した方がいいな。分かってるけどさ、分かんないの。分かってるけど分かんないの。シールドで守られてる。そこだ。これか。随分と大げさな仕掛けだな。間違えた。当たらん。え、どうなってんのこれ。あれが来年の勢力か。はい。なんか一発が結構時間かかる。旧式のシリーズ。え、ファインだ。じゃながら博物館ってところかしら。違う、これ下になんかバリアがある。あった、これだ。改良およびメンテナンスができた。これだ。大した技術力を持った連中のようね。エスパイン、オッケー。注意してください。はい。え？ランチモジュール。これ。エネルギー反応。壊して。また来ました。危ない。マリナか。マリナ。ちょ、こいつ、こいつ邪魔くせえな。カーソン、もうやめろ。投降するんだ。いた。バスターグ。お断りします。行け。はい。いやまずは、そのこいつからや。何なんだこの、ダノスト。名前好き、ダノスト。飛んでけくっそ、避けんじゃねえよ。めっちゃ避けてる。なぜだ、なぜあんな連中に協力するんだ。クロ、私は、強くなるんだ。クロ、だからなぜだ、かわいすぎだ。答えろ、ファイヤー。うるさい、今だ。はい、あ、当たらん。めっちゃ怒ってる。ライネンとなんかあんのか。例の攻撃か。いって、なんかレーザー。射出地点は上空3500キロ。なんか巻き道前とかも。いいよ。行くぜ。うわあ。負けねえから。機体も使っている。負けねえからむしろ。よっしゃ、シークレットクリア。よっしゃ、なかなか興味深い。初めてシークレットクリアしたよ俺。そんなの反則じゃないですか。マスドライバーが絡み出す。もう壊せんのこれ。忌まわしい武器だ。硬すぎない。すげえ。じゃあ今日は絶対。なんかおかしいな。まだあるの。これそうだ。優先だ。ふざけんなよ。はいはい。うるせえよ、どけよ。今お前お呼びじゃねえんだわ。開けるわけにはいかない。 OK、 いいよ。いた、まだいる。どこだ、どれだ。おい、なんでこいつなんだよ。どっちだよ。こちらは大丈夫、心配しないで。難しいけど、バレてる。お、いた。おぉ、なめるな。ざけんじゃねえぞ。そっちお願いします。おい、まだいるって。ちょっと待って、ほんとにさ、ターゲットが変えられない。シールドモジュールの破壊を確認。終わった。施設のシールドが解除されます。オッケー。ルーパー、キャノ、そろそろ引き上げるぞ。キャノ、こいつ、これ壊しなくていいの。正解、これやってること。こいつ、やってみせる。ふざけるな。チャンスはこれしかない。どこだ。いた。これどれぐらい壊すのが目的なんだ。遅い。オッケー、壊したよ。任しときなさい。サブはあった。まだシールド持ちよ。どっちだよ。間に合うこれ。どっちだよ。なんかバレタワーもあって、なんかアイテムだこれ。そっちをお願いします。これ間に、これこう、え、まだあった。ふざけんな、これ間に合わなきゃ。そこだ。これエルガイムじゃ無理か。十分だろう。あとは可能な限り頼む。邪魔するな。急に壊れたぞ。急に壊れだした。測定の作業は達成しました。よし、一回しちゃえよ。よし、オッケー。いいのかこれ、うまくいったのか。これ壊せるとこまでいけんのかな、一発で。お、やった、エース。よっしゃ。ちょっと気になるな。
まあ、エルガイムを使ったんだが、全部壊したら、壊したいな、これ。どうしよう。しゃ、行くぜ。ガンガークに変えてきました。で、エルガイム、アモンテュールスタック、そしてヌーベルデザート、このメンツ、これでいきます。それじゃあ、ご挨拶と行きますか。始まるな。周りに注意するんだ。とりあえず、もう周りを、もう、とにかく撃つ。遠目から撃つ。遠目から。目標を可能なだけ破壊するんだ。ナデシコは陽動でサポートします。ボーン。で、先に出撃ハッチもついている50両。あれ、なんかすげえ壊れてる。破壊した方がいいな。でかいな、それ。一発当たればやられる。これでどうだ。シールドで守られている。で、とにかく下からやる。随分と大げさな仕掛けだな。いいよ。いいよ。ライモンは勢力か。一発で倒せ。旧式のシリーズもかもね。さながら博物館ってところかしら。ただそれを現代の技術戦術に合わせて、どれだ、改良およびサポート機能はどうでもいいわ。大した技術これいけんのか。あ、これ壊せ。ダマじゃ、なんだお前。どけよ。敵上伸びねえんだ。じゃあこれ取るか。高エネルギー反応で、これは壊せる。また来ました。来たか。そこか、周りなか。いいよ。カーソン、もうやめろ。投降するんだ。バスタークいるはず。オッケー、いた。3発出てる。はい。3発絶対当たる。投降はこのビーム強すぎる、マジで。絶対当たるもん、これ。落ちてもらう。お願いだから。ここから消えて。はいはい、ビーム、ゴンゴンゴン。なぜだ、なぜあんな連中に協力するんだ。私は行くぞ。強くなる。落ちてくれ。だからなぜだ、答えろ。マイナー、うるさい。当たんねんだよこれ。わからない。マイナビーム、誰にも倒したい。決める。はい、決めた。例の攻撃だ。何に当たってるの。当たっていいだろ。オッケー、やった。射出地点は上空3500キロ。下に降りると、あれが報告されている例のやつ。大気圏内からの遠方射撃を行う。オッケー、いいぞ。で、これシールドモジュールとりあえず壊す。あれほどの射撃精度は保てない。あの機体が使っている。で、こういう、なんだ、むしろ操縦をサポートしているのかしら。なかなか興味深いわね。どう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 。マスドライバーを思い出す。よし、いいぞ。忌まわしい兵器だ。もう一個あるやろ。オッケー、いいぞ。強い。で、これを壊す。敵は撤退。よし。待て、待ってくれ。鉄砲の、今は目の前の作戦が優先だ。うん、あと2分か。いけるかな、これ。なんかないな。よし。これでどうだ。こちらは大丈夫。心配しない。いや、一旦無視、上行こう。カメラがむずい。じゃ、こいつはバリアがないから壊せる。いいぞ。で、ここバリアがあるから。敵の数はどれくらいだ。ランチか、ランチはダメだ。ダメだ。もう一個あるはず、どこだ。どれだ。これか。無断しない。周りに気を配るのよ。よし、壊して。で、当たりさえすれば。きちえな。そっちか。いいか。もう大体3つあるから、もう1個ある。チャージ時間かかるんだよな。シールドモジュールの破壊を確認。施設のシールドが解除されます。チャージモード。で、これランチ、ランチもやれるから、ランチ弱いから、これでいける。今はこれだろ。オッケー。あまり離れすぎるな。どこだ、ちょっと待って、わからんくなった。決める。邪魔くせえな。
次はこちらも援護するわ。いやマジ時間足りない。これか。よっしゃ 100% だ。よっしゃ間に合った。もうほぼ V じゃねえ。これ5回目だ。攻撃隊は一度引き上げろ。これ5回目の挑戦なんだよ。やり直し5回目でクリア。黙るわ、それ。静かになっちゃうわ。これはもういいでしょう。シークレットクリア。バスダークも倒したし、100% 撃破。完璧だ、これ。いいね。いや、これ、マジでよくわからんかったな。途中飛行モードをうまく使うっていうのやったんだけど、飛行モードになるとブーストが使えないんだよな。なんか、使えるんかもしれんけど、なんか俺うまくできんかったな。よし。あー、変にこだわるせいで、大変な目に遭っちまったよ。これは特にね、レポートもないから、もうただセーブして、よーし。あー疲れた。ちょっとね、エルガイム勢には申し訳ねえことをした。もう次は絶対使おう。うん。使える場所だったら、水中とかじゃない限り、エルガイム、ヌーベルディザート、アモンデュールスタック、まあ、どれか、必ずね、使います。はい、もうこれはもう約束するわ。あー疲れた。じゃあ今回はね、満足いくね、モジュール 100% 撃破できたんで、終わりたいと思います。次回もね、見てください。じゃあ今回終わります。見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。